皆さん、こんにちは。2022年のドラフト1位で巨人に入団し、活躍を期待されている浅野翔吾選手。高校通算68本の長打力を買われており、未来の主砲としても期待されています。そんな浅野選手ですが、春季キャンプでは2軍スタート。高卒新人のため当然ですが、様々な課題なども見つかっているようです。そして先日行われた紅白戦に出場を果たすも、遅めのストレートに詰まらせられるなど、さらなる課題も。ただ、これは首脳陣も気づいていたようで、そのポイントを指摘しています。今回は、そんな浅野選手の弱点、首脳陣による改善ポイントなど、ご紹介していきます。原辰徳監督から、しっかり振って、投げて、走れる選手に、と言われ、どれか一つできるよりかは三つをしっかりできてキャンプイン、シーズンインした方がいいと思うので、そこは一番納得しました、と、落ち着いた考えを示した浅野選手。そんな浅野選手は、2004年に香川県で生まれます。高松市立八島小学校3年生の時に野球を始め、高松市立八島中学校では軟式野球部に所属。3年時には、アンダー15アジア野球選手権大会の日本代表に選出されるなど、早くもその片鱗を見せつけました。高校は香川県立高松商業高等学校に進学し、1年夏からレギュラーに定着。2年夏の第103回全国高等学校野球選手権大会に出場し、ベスト16に進出。智弁和歌山との3回戦で本塁打を放つなど活躍します。同年秋から主将に就任し、冬には苦手としていた変化球対策のため、長尾健司監督の提案でスイッチヒッターに転向。新たに習得した左打席で放った本塁打は、指導に訪れたイチローさんからも、絶賛されました。3年夏の第104回全国高等学校野球選手権大会にも出場し、1番打者として3本塁打の活躍で、ベスト8進出に貢献。佐久長聖との初戦では2本塁打を記録し、清原和博さんの高校通算本塁打である64本を上回りました。また、近江との準々決勝でも本塁打を放ち、高校通算67本塁打を記録。同大会はすべて右打席で臨みました。大会後は WBSC U18 の日本代表に選出され、メキシコ戦で本塁打を記録。これで、高校通算68号本塁打を放ちました。こういった活躍が認められ、ドラフトでは目玉となっていた浅野選手。2022年9月8日にプロ志望届を提出し、2022年のドラフト会議において、読売ジャイアンツと阪神タイガースから1巡目指名を受け、抽選の末、巨人が交渉権を獲得。球団史上初めて、高校生外野手で、ドラフト1位指名を受けた選手となりました。過去に高卒1で入団した、松井秀喜さんは指名当時内野手登録のため、外野手の高卒ドラフト1位の期待がどれだけ高いか、見えてきます。原監督は浅野選手について、身長はそんなに大きくないけど、スーパーボールみたいな体をしていますよね。楽しみな選手ですけど、まあやや時間はかかるでしょう、と評価。この時間がかかるという点で原監督は、いや、僕は1年。来年はできるような気がするけどね。その可能性はありますよ。とにかく今年はファームでしっかり試合に出て、プロの世界というのがどういうものかを、1年かけてじっくり体で覚えることですね。実践を積んでいけば、そこに順応できるセンスのある選手だと思います、と明かしました。そして、春季キャンプは2軍スタート。徐々に慣れてもらうように、調整をしています。そして、2月11日、ファンも期待していた紅白戦に出場を果たします。しかし、期待と大きく離れた結果に、ボールが飛ばず、自慢の長打力を見ることができませんでした。実は浅野選手、紅白戦前に首脳陣から、バッティングにおける、
ある弱点を指摘されていたのです。それは現役時代に太陽で活躍し、引退後は日本代表コーチも務めた野球解説者の高木豊さんの YouTube チャンネルの動画内で、巨人大久保博士元打撃チーフコーチと対談した際に明かしています。戦術の通り、原辰徳監督はよく浅野選手についてスーパーボールのようと全身バネのようだとし、フレッシュさを表現しています。一方の大久保コーチは、僕はイノシシの子供みたいに見えたと力強さを感じたと言います。ただ気になる点としては、体幹が弱いんですよと弱点を告白。バッティングで鍵を握る体幹が現時点では弱いことがチーム内で把握されていると言います。よく野球選手も口にする体幹強化、ここがしっかりしないと故障にもつながりかねないとあって強化ポイントに上がっているそうです。ただ高木氏は浅野選手の打撃に関して、バットのヘッドの走りは良いよねと評価。大久保コーチも同様の見解を示しました。ドラフト1位ルーキーの浅野選手に関しては、原監督もまずはプロの世界に慣れることが大事として、じっくり育成する方針を示しており、焦らせるつもりはないと繰り返し語っています。大久保コーチも、浅野選手の育成法に関して、プロ野球はショービジネスだから、あの子が一軍で勝つためのプレー、ショーとして成り立つプレーができるまではファームがいいんですよと話していました。初の紅白戦では前に飛ばなかったものの、後日の紅白戦では初安打を放った浅野選手。原監督は、見事ですよ、良かったと思うしね、本人も今日は枕を高くして寝れるんじゃないですかねと称えました。浅野選手は1年目について、学びの年にしたいと常々語っています。高卒からプロでレベルもだいぶ上がっているし、慣れていない環境でもあるので、焦って怪我をするよりはしっかり準備をして、慣れてから争いができた方が良いんじゃないかなと思っています。今年は準備の年にして、2年目3年目から勝負したいなと思っていますと落ち着いた口調で語っており、首脳陣のやり方にも理解を示しているようです。課題も見つかり、将来に向けてしっかりと育成プランを組まれた浅野選手、焦らずしっかりと成長して、将来は球界を代表する選手になってくれると嬉しいですね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。